こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。英国空母クイーンエリザベスは、現在 F-35B ステルス戦闘機を満載して、北海で軍事演習を行っている。この F-35B 戦闘機の数は圧巻と言えるだろう。南シナ海へ派遣するかを検討中とのことだ。来年には、護衛艦伊豆、桃も改修工事が完了する。米軍基地には、アメリカ強襲揚陸艦が配備中、軽空母による日米英による軍事演習が合同で、行われる可能性もある。一体、何機の F-35B ステルス戦闘機を見ることになるのか、中国への抑止力は、相当なものと考えられるが、まだ、もう少し先になる話だ。英国がなぜ、このように対中政策に乗り出してきたのかを、少し詳しく見ていきますね。南シナ海での各国の動きが気になるところですが、特に小さな国は今後どうなるのかわからないと感じています。2020年9月、自国空軍及びアメリカ海兵隊所属の F-35B ライトニングに戦闘機を収容したイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスはヨーロッパでの演習を経て2021年の極東派遣が濃厚と言われる。航空母艦クイーン・エリザベスは2017年に就役を迎えていたが艦載機F-35B ライトニング2戦闘機でアメリカ海兵隊と母艦を共有するクロスデッキ運用を実現して戦力化されたものだ。イギリスにとって2014年のインビンシブル級イラストリアスの退役以来の航空母艦となったクイーン・エリザベスだが、その極東派遣が有力視される背景には中国を牽制する意図が見える。ことに、9月、末日に、イギリスのカーター国防参謀長は、ロシアと中国と、イギリスの仮想敵国であると表明し、ロシアが強行したクリミア併合や、中国が南シナ海やインド国境で与えている脅威を説いた。こうしたイギリスの動向は、1956年に、同国がスウェズ動乱によって、それ以後、喪失したインド太平洋地区へ、数十年ぶりに、直接的に戦力を送る。行動とも見られているが、状況はかなり異なる。スウェズ動乱では、エジプトによるスウェズ運河の国有化で、イギリスの有する利権が失われることを是とせず、イスラエル・フランスと共に、エジプトへの軍事介入を行ったが、国際的な非難を浴びた。このため、軍事的には、エジプトに対し、優位であったイギリスらは、最終的に、政治的には敗北を喫し、この行為を受け入れなかったアメリカに、名実、共に、世界一の強国の座を譲り渡すことになった。このスエズ動乱の結果は、植民地主義の終焉の一つの節目とされ、イギリスの覇権国家としての終わりを意味するものだったが、今回のクイーン・エリザベスの歌、銅は、おおむね西側では歓迎されている。そこには、ロシアや中国といった国家が、軍事力を背景に周辺国への圧力を、
高めていることがうかがえ、自国単独でこれらの国の軍事力と対峙することが難しい日本などの国々にとってプラスに移るからだろう。こうしたイギリスの方向性に加えて、前、河野防衛大臣が言及したことから、同国とアメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの5カ国で構成されるウクサ協定への日本の参加を希求する向きも多い。 KUSA 協定はこれら5カ国が持つ諜報機関の情報を相互に利用することを目的に結ばれている協定で、第二次世界大戦時にその設立のルーツは遡るものであり、通称ファイブアイズと称されている。前、河野防衛大臣はこれに日本が加わるシックスアイズの可能性を唱えてみせたが、果たしてそれが現実的な話なのか否かは現時点ではまだ何とも言えないように感じられる。そもそも KUSA 協定はかつての連合国内でもアングロサクソン系で旧イギリスの植民地だった経緯を持つ国々で構成されており、設立の目的や内容も日本やドイツ、その後の旧ソ連に対抗するものだった。ここには歴史的、文化的、民族的な結びつきの要素も含まれていると考えるのが妥当であり、現状だけを見て日本がすんなりとその一員に加われように捉えるのは少し楽観的に過ぎるようにも思える。ただイギリスのジョンソン首相がこの件について前向きなコメント姿勢を見せていることも報じられているが、これも EU からの離脱と対中国の政策の中で難しい立ち位置に置かれたリップサービスかもしれない。というのもミシェル EU 大統領、ライエン欧州委員長、メルケルドイツ首相らは2020年9月に中国とのリモート会議を実施し、香港、ウイグルなどの人権問題に懸念を示しつつも中国との経済的な交渉を優先している。ドイツを中心とする EU の経済は中国との貿易を抜きにしては考えられないのが実情であり、南シナ海などで周辺国を圧迫する中国の在り方についてもその脅威は EU には及ばないと見ているように見える。そうした EU の動きと、そこからの離脱を決めたイギリスとでは考え方に温度差があり、少しでも味方を増やしたいとのイギリスの思惑が日本に期待を持たせているように感じられてならない。しかし、KUSA 協定にあるほころびを指摘する声も同時にあり、例えば、オーストラリア、シドニー大学のバボネス准教授は、2020年9月29日に、ニュージーランドを除外し、日本を代わりにする案を唱えている。これは、ニュージーランドが中国が推進している一帯一路構想に加わっていることに警鐘を鳴らしたものであり、その意図は分かるものの、オーストラリアも前政権時代を含め中国寄りなことは否めない。新型コロナウイルスや南シナ海への進出など、アメリカを中心に中国を問題視する報道は増加する一方だが、EU やニュージーランドと同様に、
日本も中国依存の経済体質であることを改めることが第一歩だろう。